株式会社田辺用品開発部福原です。よろしくお願いします。まずバネに求められることは、へたらないことで、錆びないことで、切損、まあ折れないことのこの3つがまず大前提で求められると思うんですが、田辺では、まずへたりに対しては、素材から、吟味しまして、まあ、いわゆる超高張力鋼と呼ばれる高い引っ張り強さの、数字を持つ材料を使用して、で、その材料を冷間製法、つまり常温で、コイル状にする製法なんですが、この製法を用いることで、まあ、余分な熱を加えず、高い耐へたり性を維持したまま、コイルスプリングを製造しています。素材と製法だけでも、高い耐へたり性を、持っているんですが、それにプラスして、バネにはショットピーニングと呼ばれる冷感加工が施されているのが一般的なんですが、弊社ではそれを2回、行っています。まず最初に、大きい、鉄の粒を照射しまして、バネの内部、バネの深いところに、力を与えます。で2回目に、細かい、鉄球を、バネに照射することで、バネの表面に、力を与えてやります。まあ、この2回のショットピーニングで、さらに高い耐へたり性を、持つことができています。次に錆、または切損に対しての、工程なんですけれども、まあ、塗装、というのが、一番大事になってくると思うんですが、通常バネに対して、塗装っていうのは下地処理プラス本体塗装っていうのが一般的な、バネの塗装方法になっているんですが、弊社ではその間に、カチオン電着塗装という塗装を、入れてます。でこのカチオン電着塗装っていうのは、自動車の、メンバー下回りですね、まあ、自動車でいう一番錆びやすい部分、に採用されてる、まあ、すごく強い、塗装なんですけれども、まあ、それをバネに施すことによって、まあ、通常この下地処理とカチオン電着塗装だけでも、十分な塗装方法になってくるんですが、まあ、さらにそこに本体塗装が、乗っかってくるということで、まあ、高い防水能力、を与えることができているのかと、思います。また、カチオン電着塗装というのは、まあ、通常16から17ミクロンというのが一般的なんですが、まあ、弊社のカチオンは20ミクロンという非常に膜厚の厚い、技術で、塗装していますので、まあ、絶対に錆びさせないと、いうことをテーマに、塗装を工程を実施しています。株式会社田辺用品製造石川と言います。よろしくお願いします。まず、薪の作業ですね。自社では冷感の方で、製造を行っています。その次に、テンパールといいまして、作った形を、記憶さすっていう
方がいいですかね。そういうために炉に通すという作業をしています。まあ、それは熱管理であったり時間管理であったりを気をつけて作業しています。他社で行っていないダブルショットという加工を行い、その次に、セッチングという作業でヘタリを取り、対して、カチオン電着の間に表面調整をかけるためにリン酸亜鉛皮膜という密着性を高くするための処理を行います。そして、また洗浄にかけて、カチオン電着塗装という処理を施してスプリングに20ミクロンの、厚みを持たせ、そしてその次にもう一度洗浄を行い乾燥させて、そこまでで1時間半かけて、塩水840時間にも耐える、塗装処理を施しています。そして田辺ではその上に雲体塗装という、クオリティを上げるために、そこまでの塗装工程を行っています。開発からアウトプットされた情報をもとに 100% 設計通りに製造するのはもちろんですが、時には製造部としてのノウハウに基づいた意見を、提案することでより良い製品作りに取り組んでいます。レース活動では、まあ、厳しい性能曲線を求められますので、まあ、その性能曲線がどういった形状の時に生み出されるかというノウハウが、まあ、かなりの数蓄積できてきていますので、まあ、この形の時にこの性能曲線は生み出される、まあ、そういったデータをもとに、弊社の直巻スプリングであるプロ210、そういったものにフィードバックさせて